はい、じゃあ作っていきますね。まずまあ鍋ね用意して、これドボドボっとこう入れますわね。結構多めにね。で、火にかけましょう。で最初にやるのはニンニクですね。まあ、大体こんな、これニンニクのパウダーなんですけど、もちろん普通の生ニンニクを潰して入れてもいいです。で、その場合はちょっと焦げないように気をつけてね、ニンニクの味をオイルに移すっていうぐらいですね。で、そこにもももろにですね、さっきお湯を用意した人参と玉ねぎと、セロリの細かくみじん切りしたやつをね、ここ入れちゃいます。で、まあまあよく炒めるわけですよ。まあボローニャっていう街はね、ほんといい街でね、まあ景色とかそういうのよりも、なんつっても美食の宝庫なんですよ。とにかく食い物がうまい。はい、うまいです。全く美味しいです。まあ、こうやってこう炒めていきますね。ですよ。そうすると粗挽きのお肉になります。日本のような細かい、細かいね、ひき肉じゃないですよね。本物のボロネーゼってやつは。煮込み始めて15分ぐらいですかね。蓋をしてね。で、まあ、こうやってくたくたになるまでこう、野菜がね、なくなるようなイメージです。そこまでこう煮込んであげるわけですよ。それが、トマトピューレです。これをドバドバっとこう入れちゃう。で今 100cc ぐらい入れたんですかね。まあこんな感じなんですよ。でこれ3年また煮詰めて、まあ、これでも結構ね、ボローニャ流のボロネーゼソースにしてはちょっと多いぐらいです。本当はもっと少ないですね。どっちかというとトマトソースというよりはボロネーゼっていうのは本当は肉ソースなんですよ。肉ソースのイメージです。まあお肉ソース、お肉をガツガツ食べる系ですね。肉好きにはもう最高にいいと思います。でこれでまたしばらくね煮詰めますので、ちょっと蓋をしてさらに10分ぐらいちょっと煮詰めますかね。ちょうどいい感じですよね、これね。まあこのまま食べても美味しいと思いますけども、ちょっと一回ここで味見をしましょうか。これぐらいでもうほぼ完璧かな。うわ、これはもうねほぼ完璧です。これね一回ひねる、ギュッて鍋にパッとこうなる。であとはこう焦げないように気をつけながらね、火加減とか気をつけながらこう入れていくわけです。こうやってトングパスタで、これでね大体こう15分ぐらいだ。これねキッチンタイマーで15分、あとはピッてなるまで待つ。でこの後フライパンで、はい、トマトソースに混ぜ合わせるわけです。お肉ゴロゴロのボロネーゼね。これがまあ本場のいわゆるボロネーゼスタイルですね。お肉の大体直径がね5ミリぐらいあるかな。でこのパスタをね、で場合によってはちょっと要は茹で汁を少しね混ぜれば、僕は大体汁気はそんなに欲しないので、まあこんな風に。トマトソースの上にはやっぱりねチーズのみじん切りじゃない、チーズのすりおろしたものがやっぱり似合います。なのでチーズはあらかじめこのようにすっておくんですね。でたくさんすっちゃった時は冷凍しておけばいいです。余っちゃって、これをお皿に盛り付けた後に振りかけてください。あとはまあお好みでタバスコをかけてもいいかな。まあタバスコはちょっとイタリア人的にはダメダメなんですけど、でももうこっからはもう冷えちゃうんですよ。あとは混ぜるだけです。水分が足んないと思う人はこの茹で汁をこぼし、お玉でトロッとさせると美味しい。はい、これがボロネーゼスタイルね。ちょっとこれトマト多めですよ。まだ本当は向こうはもうちょっとトマトが少なめだから、でもこれでも十分美味しい。はい、以上。ではでは、どうかな。もう粉チーズいっぱいかけたし絶対うまいと思うよこれ。まあ何十回も作ってるけどね、本当にうまいんだよね。誰でも簡単にできちゃう。うまっ。これはうまい。じゃあ今日はこの辺で、ごなってちゃおー。ちゃおちゃお。